おはようございます。水野ひろあきです。今日はね、天気のいい霞ヶ浦水系に朝来てるわけなんですけれども、時期はね夏に向かいつつある状況で、今日もね35度オーバーっていう、まあ人間的にはちょっとね辛い暑い天気になるんですけども、まあ朝夕のねこういうローライトのタイミングではこう、まあ、デラバズとか、まあ、旬な表層系のルアーたちをまあ使って、まあ、日中ねどうしてもまあこういうルアーで出にくくなるタイミングがあると思うんで、まあ僕の大好きなねこのテナガスティック、まあこういうのをね落としていきながら、まあ朝夕は上で巻いて、日中は落としてっていう釣りをね、まあ天候とか場所に応じて、釣っていきたいなと思ってます。デラバズはねまっすぐ引けるからこういう直線的なストラクチャーもスーパータイトに自分でこう通すことができるんですよね。もうほぼストレートだからバズベイトにありがちだったね両方に曲がっていく特性がこのデラバズに関してはないんで、直進性高いんでこういうストレートに伸びてるストラクチャーの横をこう同じ距離をね保った状態でこう足元まで引っ張ってくることができるんですね。うわっ、なあ、ああ、ごめん、かった言いました。実家よー、もう、このデラバズのまずコンセプトなんですけど、まあこのバズベイトっていうちょっととっつきにくかったジャンルのルアーの一つである、バズベイトで、誰でも簡単に、気軽にね、水面系のこのバズベイトの釣りを、楽しんでいただくために、作りました。まあ、日本全国どこでもねちょっとハイプレッシャーで、タフなフィールドが多い中、それを実現していこうとなった時にやっぱりね全体のコンパクトさっていうのに、まずこだわりを持ちました。やっぱりねちっちゃければちっちゃいほどバイトも多いっていうのは、釣っててよく感じた部分だったので、まずね圧倒的なコンパクト感っていうのが、まず一つ特徴になりますね。でさらにね細部まで特徴を説明するとテラにちょうど耳がついてるんですね。はい、この耳があることによって、小型のバズベイトのデメリットであったアピール不足っていうのを、少しね解消してます。でこれが回転と同時に耳が水をつかむことで、水飛沫が上がったりコポコポ音を出したりして、アピールの増大っていうところに、一役買ってます。さらに、バズベイトでねちょっとよくありがちだった、左曲がり右曲がりっていうそういうバズベイトにありがちだった特性、まあ、それぞれ使い方はあったんですけどもやっぱりねまっすぐ泳いだ方が人間がこうトレースコースをねイメージしやすいっていうのがあって、まあ、どこでも自分の思い描いたところをこう通していける、そのためにやっぱりまっすぐ軌道を描くバズベイトっていうのに行き着きました。まあそれがね皆さんにとっての使いやすさっていうところにまあつながったんじゃないかなって思うんですけれども、そんなところがね特徴です。で、このデラバズに関してはね 5g と、7g の2種類を、用意しました。で 5g に関してはすごくね立ち上がりが早いです。着水してから泳ぎ出す
そこまでの速さが圧倒的に速いんですよね。なので、まあこう鋭い立ち上がりでゆっくり水面を滑らせるような感じでシャラ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 っと引っ張ってきて追わせてバクっていう使い方、まあ、そんなね、バスがこうルアーを追ってバクっていう食わせる、そんなイメージで使うのが、5グラム。まあ、朝と夕方の、ローライトとか例えばシェードがね広いタイミングなんかで、そういう使い方をしてもらえたらいいかなって思うのと同時に、7グラムに関しては、やっぱりね飛距離が圧倒的に出ます。で、対岸のねカバー周りとか、ちょっと届くかどうか微妙かなってところにどんどん、カバー際に突っ込んでもらって、で割とね早巻きで使います。で早巻きで使うとそのカバーの中にいるやつがその速さによって一気にリアクションバイト、まあ、そんなイメージで、7グラムはね、まあ、飛距離が出るっていうところと、リアクションバイトを誘うっていう、まあ、そういう使い方で、5グラムと7グラムの、使い分けをしていただけたらいいんじゃないかなと思います。またね、カラーに関しても、ペイントカラーがあったりとかベイトフィッシュのカラーがあったり、カエル、それから虫、まあ、そんなねちょっと独特なカラーもあるので、まあ、それぞれその時に、多いベイトとか、まあ、状況に合わせてもらって、使い分けてもらったらいいかなって思いますね。まあ、特にね早い釣りなので、割と浅いところ、それから、カバー周りやストラクチャー周り、まあ、そんなところをね、攻めてってもらうと、バスベイトで誰でも、簡単にエキサイティングでエンジョイできるかなと思います。まあ、ぜひまた使ってみてください。まっすぐ引けるんでね、自分の思い描いた通りにバスベイトは引くことがねできるんですよ。こういうストラクチャー周りとか杭もそうだし、あとまばらに生えたひしもとかも曲がっちゃうとねちょっとコースを読みにくくって途中で引っ掛けちゃったりっていうのがあるんですけど、まっすぐ引っ張れるからこそひしもがまばらに生えててランダムに生えててもじゃあどこをどうしてかわしていってっていうその思い描いたコースを辿ってくれるっていうのが、まあ、まっすぐこう泳いでくれるバズベイトのメリットっていうかね。よし来たよ、よし出たバズ、バレんなよこれ、抜きますよし。思ったよりちっちゃかったけど、沖で出た最後、よし夕方ね、シェードが広くなったら巻きましょうね。いやいやいや、コンディションいいっすよ。はあ、岩越しに来たからちょっと焦りましたけど、ちゃんとねトレラ服やっぱかかってましたね。カバーがないところ、引っかかりがないところはトレラ服ちゃんとつけましょう。はい、でひしもとかカバー周り、ね、引っかかりやすいところを攻めるときは、なくてもいいんですけど、何もないときはねトレラ服つけてもらえればいいかなと。こうやって夕方餌食いに来たやつをねちゃんと仕留めれますよ。よし、デラバズー、やりやした。僕が手に持っているのが、手長スティック 3.9 インチと、4.9 インチの2つですね。で、まあ、これはね、テキサスやジグで使うのも、いいんですけども、どっちかというと僕はねバックスライドセッティングって言って、こう頭からこうオフセットフックを刺してこうお尻に向かってこう針先を出すバックスライドセッティングをして、ノーシンカーでね使用することが多いです。で、普通のノーシンカーと違ってそのセッティングにすると、まあ逆に刺す形になるんですけども、まあ、それをするとね、人間がこう引っ張っていくんですけど、ルアーはねフォールさせるとこう奥へ奥へ、要は対岸のカバーに投げて落ちるときは真下とか手前ではなくってこうカバーの方へ自らこう入り込んでいくような動きで、ノーシンカーでね誘うことができます。でまたね、まあ、3.9、4.9 どっちもなんですけど、まあ、そのねノーシンカーセッティングにおいてもこのね足これが
本当にね、エビがこう水をかいてるかのようにこうピリ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 と、この細い足も、一本一本しっかり泳いで、まさにね、泳ぐ姿、アクションする姿見てもらうと餌です。はい、まあ、誰がどう見てもエビにしか見えないっていう、はい、感じで、で、まあ、バックスライドセッティングのノーシンカーなんですけど、まあ、割と細身でバスにとってはね 4.9 インチもかなり細身になってるんで、すごくシルエットが抑えられて、割とハイプレッシャーの中でも食わせやすい、そんなシルエットになってます。まあ、それでいて、ちゃんとねこう飛距離も、キャストの時の飛距離も飛んでってくれるので、まあ、キャスト精度も上がりますし、ちゃんとカバーの奥へ自ら入っていくことによって、こう狭いスポット、狭いカバーをこう行ったり来たり行ったり来たり、まあ、そういうねネチネチと、一箇所のカバーを、脳進化状態でふわっと誘えるっていうのがこのテナガスティックの強みになります。まあ、もちろんね、込み入ったカバー周りなんかは、普通にお尻からこうね針を刺してもらって、頭に進化をつけた、まあ、テキサスなんかでストンと落としてもらえれば、引っかかるパーツは少ないので、込み入ったカバーの中ではすり抜け重視でテキサスでストンと落とすことも、まあ、できるっていう、まあ、非常にね使い勝手のいい、エビ系ワーム、まあ、3.9、4.9、まあ、どちらもね、今のフィールドには結構ベストな、はい、サイズかなと思いますしね。まあ、ノイケで使うなら 3.9 とか、ちょっと広いところで使ったり、濁ったりしてると 4.9 で存在感を出したりっていう、まあ、そんな使い分けでいいと思います。はい、まあ、ぜひね、ジグやテキサスの他に、オフセットフックを使った、バックスライドセッティングのね脳進化の釣りを、このテナガスティックでぜひやっていただけたら釣れるんじゃないかなと思います。ボイルしましたわ、ラッキーフィッシュその1。テナガスティックやね、フラッボイルしましたね。そこにシュッと入れたらテナガスティック 3.91 脳進化バックスライド、ちょっとアベレージサイズですけどね。ほい、いや、ラッキーね、えこんなこともありますよ、暑い中頑張ってると。いや釣れるね、テナガスティック、もう入れ旬でした、本当に。本当に入れ旬でした。イエーイ。あ、食った、よし、でっかい。よっしゃー、テナガスティック。ラインが走りました、左に。はい、ノーシンカーでスローに落として食わせる、夏の定番ですよ。はい、ノーシンカーゲームテナガスティック。あ、食った、よし、わー、ちっちゃかったけど、よし、テナガスティックハマってますわ、マジで。ノーシンカー強し、はい、ノーシンカー強い。これですわ、夏はゆっくり落としてね食わす、まあ、こんだけ細身なんでね食っちゃう。はい、テナガスティック 3.91、 これがテキサスとかジグだと食わないっていうのが結構ね、カバー際で浮いてるやつとか、こうオーバーハングのなったところの下で浮いてるやつは、進化のあるものを使ってしまうとね、ルアーがストンとやっぱ落ちてしまうんでね、ちゃんとこう目線に合わせてシュッと落ちていくような、ゆっくり見せれるようなものの方が食わせようと思うと食わせやすいのかなっていう、特にプレッシャーがかかった場所であればあるほど軽いものの方が口使いやすいんでね、魚は。よっしゃ、でっかい、よっしゃ、よーし、テナガ一発、サイト細いけど目の前入れてスッと入れてピョンって跳ねさせたら、エビが逃げるアクションの進化、
手長スティック。おっしゃねえ、流入河川の最上流最高だ。さあ、イエイ。いや、手長スティックマジでいい。はい、お疲れ様でした。一日やりきりました。はい、で、朝からね、晴天で、昼過ぎ、夕方前ぐらいまでは、本当にね、真夏のような天気だったんですけども、そういう時はね、しっかりカバーを絡めた、手長スティックのノシンカーの攻めで、カバーを絡めるなり、上流の、ね、流れ込みがある方に行ったりとかっていう、本当に夏に必要なシェード、それから流れっていうのをこう利用した、手長スティックの、釣りっていうのを、紹介できたかなと思います。そんなに大きくはないですけど、無事にね、デラバズで予想通り、予定通り取れたかなっていう感じで、ハイプレッシャーの中でも、これぐらいのコンパクトサイズのバスベイトであればなんとかね、水面を割ってバイトを得るっていうのが少しは伝わったんじゃないかなと思います。はい、とりあえず今日、一日ね、いい釣りができたと思います。はい、また参考にしていただけたら嬉しいです。ということで、お疲れ様でした。